ティルブレナーティルブレナーは、西ドイツフィールゼン生まれのジャズミュージシャン、トランペッター、歌手、作曲家、音楽プロデューサー、写真家である。1989年から1991年まで、ブレナーは、ペーター・ハーボルツハイマー・リズム・コンビネーションブラスのメンバーを務めた。20歳の時、彼は、ホルスト・ヤンコフスキの下で、ジグス・ウィッカムの公認として、 リアスビックバンドベルリンのソロトランペット奏者となった。ブレナーは、レイ・ブラウンとジェフ・ハミルトンと共にデビューアルバム、ジェネレーションズ・オブ・ジャズをレコーディングした。彼のボーカルデビューは、アルバム、Love。彼のアルバム、ザット・サマーは、ドイツのポップチャートで16位となり、ドイツの歴史の中で最も売れている、ジャズミュージシャンとなった。ラリー・クラインが、続く2枚のアルバムをプロデュースした。 オセアーナはカーラブルーにマデリン・ペルー、ルシアーナ・ソーザというボーカリストの参加をフィーチャーしていた。リオ・ボサノバの誘惑はボサノバとブラジル音楽へのトリビュートであり、カート・エリング、メロディガルドー、セルジオ・メンデス、ミルトン・ナシメント、ルシアーナ・ソーザが参加した。ブレナーは写真家、ウィリアム・クラックストーンに関するドキュメンタリー、ジャズシーンのためのスコアを書き、 自転車レースのツールドフランスに関する映画、ホーレントゥールのサウンドトラックを作曲した。2014年にはロサンゼルスで録音され、ジャズギタリスト兼プロデューサーのチャック・ローブがプロデュースした古いものから現在のものまで映画で使われた曲のカバーバージョンを収録したアルバム、ムービーアルバムをリリースした。2016年、オランダのプロデューサーで 伝説のルード・ヤコブスがプロデュースしたスタンダードとオリジナルのスイングアルバムであるソニーマスターワークスからの初アルバムザ・グッド・ライフをリリース。2018年にはドイツのベーシストディーター・イルグと組んでソニーからの2枚目となるリリース作ナイト・フォールを発表した。これはこのカテゴリーでプラチナレコードを獲得したデュオアルバムとなった。ありがとうございます。